太平洋艦隊、太平洋艦隊、太平洋艦隊、ロシア語、略称は、太平洋上での作戦を目的としたソ連海軍、ロシア海軍の艦隊である。太平洋艦隊は、ソ連時代に創設されたが、ロシア帝国海軍の歴史と伝統も継承しているため、ここでは、ロシア帝国時代も含めて述べる。太平洋艦隊は、北方艦隊に次いで、 二番目に強力な艦隊である。1731年、オホーツク海奥にあった、ロシアの軍事、探検、造船の拠点、オホーツクに、オホーツク小艦隊が創設された。最初の司令官は、グリゴリー・スコルニャコフイコール・ピサレフ、グリグリティスコーニエコブ・ピレブで、沿岸警備、漁船の防衛、先住民との戦闘、太平洋岸での旅客、物資輸送。 カムチャツカやアラスカの探検、あとのロベイ会社の設立と運営などが主な仕事であった。1799年にはイギリスなど列強の太平洋進出に対する警戒や日本との千島列島での緊張に対処するため、小艦隊は強化されることになり、3隻のフリーゲート艦と3隻の小艦艇が海軍少将,将アイフォミンの指揮下でバルト海艦隊からオホーツクに開港された。 以後、バルト海艦隊の太平洋戦隊が、オホーツク小艦隊、およびその更新のシベリア小艦隊とは別に、並立するようになっている。1849年、カムチャツカ半島にある領港、ペトロパブルフスクイコールナイコールカムチャとかが、小艦隊の根拠地となり、カムチャツカ小艦隊とも呼ばれるようになる。年には、海軍軍人、ゲンナジーネベリスコイにより、 アムール川川口のニコライフスクイコールナイコールアムーレ。当時、正式にはまだ、新国領に少書が設けられ、アムール川沿岸や日本海沿岸の探検も行われるようになった。1854年夏には、クリミア戦争の余波で、イギリス・フランス連合軍によるペトロパブロフスク、カムチャツキ包囲戦が行われたが、オホーツク商艦隊はこれを持ちこたえるのに、顕著な役割を果たし、 連合軍を撃退している。この戦闘を契機として、1856年に、オホーツク召艦隊は、根拠地を、ペトロパブロフスクイコールカムチャツキーか、ニコライフスクイコールナイコールワムーレに移転し、シベリア召艦隊、と解明した。1860年の北京条約により、ロシアは、外満州の割譲を受け、宴会州を獲得した。 川口で水深も浅いニコライフスクに変わり、深くて冬でも凍らない港湾が宴会州南部の日本海沿いに作られることに行った。1871年には、ピョートル大帝湾の領港、金閣湾に建設されたウラジオストクが新たな拠点になり、極東の防衛のためにバルト海艦隊から大規模な船体が日本海に開港された。19世紀までは小規模な艦隊だった。 シベリア小艦隊は日露関係の緊迫化やイギリスアメリカなどの脅威により拡充が求められるようになり、ロシア政府は県艦計画を策定した。しかしその実行は遅れ、艦隊の規模も不十分であり、1880年代まで極東の根拠地にはドックもない状態で、基礎艦の入居修理は長崎、上海などの外国港湾のドックに依存していた。 この頃シベリア小艦隊の艦船は、頻繁に越冬などの目的で、日本、李氏朝鮮、真の港を訪れてそのプレゼンスを高め、特に朝鮮で元山などを軍港として使用することを模索した。ウラジオストク港には1890年にウキドックが、その数年後には艦ドックが完成し、同港での艦船の入居修理が可能となった。日清戦争後には、 ロシアは弱体化した清市から、満州の様々な権益を獲得し、1897年には、両党半島の新国軍港だった、旅順、ポートアーサー、ポルトイコールワルトゥール及び大連、ダーリニー占領して、これをウラジオストクに並ぶ拠点にした。1900年には、アムール川の警備のために、アムール召艦隊も設置された。日露関係の緊迫化とともに極東には、 バルト海から新鋭艦が開港されるうになった。1904年、日露戦争開戦直前の2月5日、極東にあった、シベリア小艦隊やバルト海艦隊太平洋戦隊などに属する艦船は、ステパン・マカルフ海軍中将指揮下の太平洋艦隊へと再編された。この時点で、太平洋戦隊の艦船、戦艦7、巡洋艦8、 水雷艇13、砲艦2とシベリア小艦隊の艦船の一部、巡洋艦2、水雷巡洋艦2、水雷艇12、砲艦5は、旅順に拠点を置き、残りの巡洋艦、巡洋艦4、水雷艇10は、ウラジオストクに残った、ウラジオストク巡洋艦隊。直後の2月9日の旅順口攻撃と、二川沖海戦より、太平洋艦隊は、日本海軍と交戦に入った。 太平洋艦隊は、旅順の閉塞防止や日本に対する通商破壊を、戦い、特に、ウラジオストク巡洋艦隊は、日立丸事件などで、日本軍の大陸への物資、兵員輸送を妨げ、日本海軍第二艦隊を旅順から遠く離れた、ウラジオストクや朝鮮半島周辺に釘付けにした。その一方でマカロフは3月31日に、上官が食来した際に戦死してしまい、 あと、ビリゲリムビト・ゲフトが代行として引き継いだ。旅順艦隊にはより多くの戦力が必要であったため、バルト海艦隊から艦船を抽出して、太平洋艦隊として組み込むことになり、従来の艦隊を第一太平洋艦隊とし、増援艦隊を第二太平洋艦隊として、ジノビー・ロジストベンスキー提督指揮下の元極東へ向かわせることとなった。 しかし、公海海戦で、旅順艦隊が、ウルサン沖海戦で、ウラジオストク巡洋艦隊が打撃を受けた上、旅順の陥落により、旅順艦隊は、すべての艦が、使用不能となってしまった。それでも、新たに、バルト海艦隊の残留艦で編成した、第三太平洋艦隊。日本側では、第二、第三太平洋艦隊をまとめて、バルチック艦隊と呼ぶを、さらに増援とし、 旅順からウラジオストクに目的地を開港会を続行させたが日本海海戦で壊滅した。日露戦争末期のロシア第一革命ではウラジオストクに残った太平洋艦隊の水兵も革命に参加しウラジオストクでは1906年1月と1907年10月にも水兵が武装放棄に参加した。10月革命び続くロシア内戦では シベリア召艦隊やアムール召艦隊の水兵が極東にソビエト評議会による支配を確立するために戦い、さらにシベリアに進出した諸国の干渉軍に対して持ったシベリア出兵。しかし、艦船の多くは白軍や日本軍に奪われている。シベリア干渉のほぼ終わった1922年、ソビエトは極東共和国人民海軍を解散し、 極東の艦船を、赤軍ウラジオスト区間区間かつかの、極東赤色海軍、及びアムール小艦隊へと改組している。アムール小艦隊は、満州の国境線をめぐる、中層紛争を戦っている。満州事変に伴う日本軍の脅威の増大により、ソ連政府は1932年4月13日に、極東海軍を創設し、1935年1月に、 太平洋艦隊と解明している。しかし当初の戦力は貧弱で、シベリア鉄道で小艦艇を運送しなければならなかった。ソ連政府はユーラシア大陸の南を航海せずに済む北極海航路の開発を進め、北極海経由での艦船開港にも成功している。1932年には水雷艇船隊を作り、八つの潜水艦を浸水させた。 1934年には26の潜水艦を受領し、その後も飛行隊、沿岸砲台、太平洋海軍学校などを整備していった。第二次世界大戦開戦時には2つの水上艦部隊、4つの潜水艦部隊、1つの水雷艇部隊、その他小海艇部隊や落下山降下部隊、砲台守備隊などを持っていた。独祖戦、大祖国戦争開戦に伴い、 太平洋艦隊も出動可能な状態となり、北方艦隊へも共同駆逐艦や駆逐艦や潜水艦を送ったほか、水兵十四万人が西部戦線、ソ連側から見ての西部でのドイツと戦いに動員されている。ドイツとの戦争が終わると太平洋艦隊は速やかに拡充され、1 9 4五年八月のソ連対日産戦の時点で巡洋艦に 共同駆逐艦1、駆逐艦10、小海艇19、潜水艦78、水雷付設艇10、掃海艇52、駆戦艇 MO49、水雷艇204、戦闘機百4 5 9を抱えていた。1945年の満州侵攻で太平洋艦隊は朝鮮半島北部沿岸で戦闘に参加し、さらに南からふと侵攻。 千島列島侵攻にも参加している。これらの戦いで多くの将兵がソ連邦英雄などの称号や栄誉を受け、18の艦船が新英隊の称号を、16の艦船が赤旗勲章を受けている。戦後、ボリショイカーメニなどの海軍基地の町が多数極東に築かれた。カムチャツカ半島のビジチンスクには原子力潜水艦の基地が置かれ、冷戦した。 アメリカ軍と太平洋を挟んで直接対峙する太平洋艦隊はソ連の核戦略の上で重要な役割を果たすに至った。1965年には太平洋艦隊に赤旗勲章が授与された。ベトナム戦争終了後は南ベトナムのカムラン湾にソ連太平洋艦隊の補給基地が作られ極東のみならずインド洋へも展開するようになった。 1968年、イギリス政府は、スエズ運河伊東のアジアから軍事力を1971年までに引き上げることを表明したが、これ後ソ連海軍は、アメリカ海軍に対抗して、インド洋に勢力を築くことに熱心にな。インド洋戦隊は、カムラン湾を拠点として、南シナ海やフィリピンを睨み、インドペルシャ湾、東、アフリカなどに定期的に入港し、 そのプレゼンスを高めていった。南エメンやエチオピアを拠点とするイール -38 大戦勝海機やソ連艦艇に搭載されたカ -25 ヘリコプターもアメリカ海軍の動向を監視していた。1980年以降はソ連海軍の戦略は太陽での正海権競争から近海での正域戦略に重点を置くようになり太平洋艦隊は オホーツク海の要塞化を進めた。キエフ急航空順要艦、空母ミンスクは太平洋艦隊に所属し、1980年代は頻繁に日本近海を行き来した。同系のノボロシースクも太平洋艦隊に配属されている。ソ連崩壊後は多くの艦船がスクラップにされたほか、解体されないまま係留される軍艦や潜水艦も、 多数極東の軍港に係留されたまま放置されていたが解体が進んでいる。一方で新型のステレグシチー級フリゲートソベルシェーンヌイが2017年に収益し同系艦6隻の配備が計画されるなど艦隊の近代化も進行している。既存の艦も修理を受け復帰しつつある。マンゴフトには太平洋艦隊の除籍された機体のための大航空基地が存在する。 ウラジオストクには、艦属区、武器ック、通常弾頭倉庫が存在し、造船所、ダリザボードでは、艦艇の近代化及び修理が行われている。節眼施設の総延長は、27km である。ボリショイカアメニシには、艦船修理工場、ズベズダーがあり、原子力潜水艦の整備や修理、解体が行われている。テムプ町、 ラズボイニクワン近隣とカムチャッカのゴルニャク工城、クラシェンニコフワン近隣には放射線廃棄物保管庫が存在する。ルイバチー・ビルチンスク市の隣には各弾頭保管庫が存在する。ラズボイニクワンには1979年に日本から購入した石川島リマ重工製の超大型浮きドックが置かれている。楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。